こんにちは。こんにちは。田中典康です。加藤美智子です。今日はスローフォックストロットのリバースウェーブとバックフェザーのフットワークについて、秘伝の覚え方を皆さんにお伝えしたいと思います。イエスとノーだけで覚えられます。それではやってみましょう。Yes, no, no. Yes, no, no. はい、皆様いかがでしたでしょうか。男性のリバースウェーブ4、5、6歩目とバックフェザーのフットワークに、重きを置いてみました。それでは解説をしてみたいと思います。一つ目の例はトーヒール、従来の説明の仕方で説明しました。右足トーヒール、トーヒールというフットワークになります。もちろんこれだけでできれば十分なんですが、2つ目の覚え方はあるイギリスのレッスンで世界チャンピオンの女性の先生に習った時に言われた覚え方です。1歩目、右足はトーヒール、ヒールを使っていいのでイエスです。イエス。2歩目、ヒール使ってはいけません。ノー。3歩目、トーヒールなんですがノーなんですね。どういう意味かというと、最初のトーを強調してほしいんです。ヒールをすぐにつくなの意味です。ノー。徐々にタッチしていきます。バックフェザーも同様にヒール使っていい？ Yes。 ヒール使うな？ No。 ヒールをすぐにつくな？ No。 その後についていきます。以上、今日は男性のリバースウェーブとバックフェザーのフットワークについて解説しました。これからもこの乗り道チャンネルで自分たちが持っている情報を、アウトプットすることで、自分の学びにもなると思いますので、チャレンジしていきたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではバイバーイ。バイバーイ。